ルートビヒ・ビューヒナー・フリードリヒカール・クリスティアン・ルートビヒ、ビューヒナーはドイツの維持、自然科学者、哲学者、世俗的唯物論の開拓者の一人。ダルムシュタットに生まれ、ギーセン大学、ストラスブール大学、ウィーン大学で医学、物理学、科学を学んだ。1852年に中ビンゲン大学にて薬学の講師となり、1855年、 生理学的唯物論の著書、力と質量を表したが、物質とエネルギーの不滅性を論じた。この著書は、当時の学会に受け入れられず、中便弦での職を追われることとなった。その後は、ダルムシュタットに戻って、執筆生活を続けた。ビューヒナーの唯物論は、ドイツにおける自由主義思想を先導する役割を果たした。1881年に、フランクフルトアムマインで、 ドイツ自由思想家同盟を設立。ドイツにおいて、初めて無心論者が公的に集った。兄弟姉妹に、革命家、劇作家のゲオルク・ビューヒナーをはじめ、ビルヘルム・ビューヒナー、ルイーゼ・ビューヒナー、アレクサンダー・ビューヒナーがいる。ルート・ビヒは、ゲオルク死後の1840年に、兄の初の著作集を編集している。ありがとうございます。